たとえあなたを忘れても、ライオンは萩原陸、空、記憶を取り戻すための治療に興味を持ち始める。堀田真由主演、萩原陸共演の、たとえあなたを忘れても、第4話が、11月12日、日曜日、22時0分より放送される。本作は、夢を失った女性と記憶を失った男性、大切なものを失いながらも懸命に生きる男女が運命的に巡り合うヒューマンラブストーリー。堀田さんが、ピアニストになる夢に挫折して現実から逃れるように東京から神戸に引っ越してきた河野ミリを演じ、萩原さんが記憶障害を持つキッチンカーの青年、青木空を演じる。そして、ミリのいとこで心療内科の医師、遠山穂役に風間俊介、空と同様の記憶障害を持つ宮下茜役に畑芽衣、空の両親役に丸山智美、檀れいが出演する。第4話あらすじ。空、萩原俊久にキスをされたミリ、堀田真由は、愛されている喜びよりもいずれ忘れられる予感の辛さで胸がいっぱいになり、込み上げる涙を止めることができない。慰めようとする空にも、ミリは思わず詰め寄ってしまう。友達のままでいれば、前のように傷つくことはないと思いながらも、ミリの気持ちは揺れ動く。そんな中、藤川さな、岡田結衣から友達として二人で空を見守っていこうと提案される。一方、自分のせいでミリを傷つけてしまったと感じる空は、記憶を取り戻すための治療に興味を持ち始める。しかし、空の過去を知るさなは、空の変化を前向きに捉えることができず。ある日、遠山穂、風間俊介から病院でコンサートを開くことを提案されたミリは、憩いの部屋へピアノを弾きに来ていた。ミリのピアノに聞き入る茜、畑芽衣から、突然、好きな人はいるのかと尋ねられ、空の話になる二人。自身も空と似た記憶障害を持ち、忘れてしまう側、の茜の言葉が、ミリの胸に深く突き刺さる。そんな中、穂の診察室にある人物が訪れ、